全米コンビニエンスストア協会は1961年8月14日に設立された今日で2100以上の小売りと1600のサプライヤー企業のメンバーを代表する業界団体。ナックス加盟企業は世界約50カ国で事業を展開しており、その大半は米国に拠点を置いています。協会はそのメンバーのビジネスの競争力を確保するために業界の知識、 つながりと用語を提供することにより、利便性と給油ステーション量にサービスを提供しています。ナックスはコンビニエンスストアを様々な消耗品やサービス、一般食品、ガソリンを迅速に購入できる便利な場所を提供する小売事業と定義している。コンビニエンスストアには固定要件はないが、以下の一般的な特徴があります。5000平方フィート未満の建物のサイズ、 路外駐車場及び、または便利な歩行者アクセス。営業時間の延長。多くは24時間年中無休で営業しています。少なくとも500の在庫管理単位を提供します。製品構成には、タバコ、飲料、スナック、キャンディー、食料品のかなりの組み合わせが含まれます。利便性と燃料小売業界には、一つの店舗を運営する企業から、 数千もの店舗を運営する企業に至るまで膨大な数の企業が含まれます。n ク x は各メンバーに対する政策の効果を評価し、取締役会は業界の利益を最もよく表すポジションを採用します。n ク x はキャピトルヒルの便利な燃料小売業者の声です。業界の主要な問題のいくつかを次に示します。n ク x リサーチはパフォーマンスベンチマークや その他の有用な情報を業界に提供する指標を開発し広めています。カスタマイズされたコンサルティング及びリサーチプロジェクトは米国市場、地域、企業、製品レベルの総合レベルで実施している。毎年行っているナックスショーは世界中から2万2000人以上の業界関係者を集めている。目的としては買い手と売り手はビジネスを行うために一緒に来て お互いから学び、ネットワークを築くことが挙げられている。ナックスショーは燃料機器、サービス、食品、食品、フードサービスプログラム、キャンディスナック、施設開発、店舗運営、商品、技術の6つのカテゴリーに分かれています。ナックスショー教育セッションでは参加者に特定の業界のトピック、問題や機会について深く議論する。教育セッションは 様々なことを論議している。n クスイベントは、リーダーシップ、立法用語、グローバル市場、最新の製品とサービス、対象教育プログラムを含む関連するタイムリーなトピックで、利便性と燃料小売業界を強化するように設計されています。n クスイベントは、業界の小売業者とサプライヤーを結集し、つながりを確立し、構築し、 アイデアを交換するよう設計されています。ナックスマガジンはトレンド、ベストプラクティス、指標、および利便性と燃料小売業界のためのアドボカシーに焦点を当てた記事を特集しています。2017年3月、ナックスマガジンは創立15周年を迎えます。ありがとうございます。